私、桃宮一郎13歳。ごく普通の中学1年生。突然地球の未来を救うミューミューになっちゃったの。でも、ドキドキすると勝手に耳と尻尾が出ちゃうし、エイリアンを倒すまで普通の女の子に戻れないなんて、聞いてないよ。まあ、くよくよしてもしょうがない。一緒に戦ってくれる仲間も見つかったし。みんな、行くよ。地球の未来にご褒美するにゃ。ミューアクアの捜索は現在も続けております。しかし進展はなしか。急げよ。はっ。さてと、ちょっと出かけてくるかな。タルト、どこへ行くつもりだ。散歩だよ、散歩。待て。それじゃあまだまだ暴れるのは無理みたいだね。こんな傷、まあこれからまた忙しくなりそうだからさ、ゆっくり体を休めときなよ。この間のように足を引っ張られては迷惑だからな。まったくだ。まあこれお見舞い。人間は怪我したやつには果物持って会いに行くんだ。気にすんなって、これパイが持ってけって言い出したんだぜ。さてと、それじゃあオイラたち行くよ。新しい作戦考えたんだ。目覚めろ、目覚めろ、目覚めろ。ここ目覚めろ。あの夢。夢？うん、最近同じ夢を見るんだ。同じ夢ってどんな？よく覚えてないんだけど、夢の中で起こされて起きたのに呼びかけてくるんだ。誰かが起きろって。変な夢だろ。そうなの？ちょっと違うけど、私だって変な夢いっぱい見てるよ。いっぱい？カツオ節が逃げてく夢とか、タケノコの皮永遠に剥き続ける夢とか、知ったかぶりが国際問題に発展する夢とか。恥ずか
しい。ありがとう。なんだか元気になったような気がする。うん、なんだかよくわかんないけど元気が一番だって。そうだね。あー、どうしたの？午後の長い授業始まると思ったら急に元気がなくなっちゃって。頑張ろう、遅れちゃうよ。はい。うん、いやー、毎年恒例のカリスマ大道芸人のスーパーライブ、お客さんは5万人なのだ。ライブが始まり、熱狂するお客さん、今まさに絶頂を迎えようとしたその時、プリンちゃんビーク、有無を言わさず芸をするのだ。はい、旗が出ますよ。これはまだ実験段階だけど、この計画がうまくいったら東京全体を陥没させてやろうと思ってるんだ。そんなそんなことしたら危ないのだ。だからやってんだろうが。ったく、だからガキンチョはプリンの方がちょっと大きいのだ。うるさい。とにかくこうやって穴を掘り進んで、どうだ、怖いだろう。そんなことさせないのだ。へっ、止められるものなら止めてみな。キメラッサ、今日こそ泣かしてやるからな。リバー
ショックで制御が効かない。かっこ悪いのだ。うるさい。みんな、そのドームへ出動だ。白金、何かありましたの？キメラアニマの反応があった。今すぐ現場へ急行しろ。おい、何を待ってんだ。塞がれちまったぞ。ありがとうなのだ。掘り出してくれてありがとうなのだ。ちょっと待つのだ。はい。なんだよ。助けてくれたお礼なのだ。ホイラに。ふざけんな。ホイラはこんなもんもらったからって。ねえタルト、無理して悪ぶることないのだ。どうせこんなところじゃ喧嘩もできないのだ。オイラはこんなところ瞬間移動ですぐに抜け出せるんだよ。ピンチなのはお前だけだ。ブー。キメラにはどこ。皆さん、え、何これは。ということは今日のキメラアニマはナマズってこと。まさか。出たわね。でもエイリアンたちがいませんよ。何か企んでるんじゃ。気をつけて。とにかく行くよ。死んじゃうんだぞ。誰か助けに来てくれるのだ。無理だね。暴走したキメラアニマが穴を掘り続けてるからすぐにドームが落ちてきてべっしゃんこだ。どうだ、怖いだろう。何がおかしいんだよ。その時は一緒に化石になるのだ。だからオイラはこんなところいつまでも。だったらこうして手をつなぐのだ。何すんだよ。どうせ化石になるんなら笑顔で手をつないでた方が楽しいのだ。お前変なやつだな。ビバーンストロベリーサプライWe'll be right back.
喜ぶのはまだ早いぞ。え、どういうことですか？今のキメラアニマがドームの下を派手に掘り進んでいたらしい。ドームの地下に巨大な空洞ができています。このままではドーム全体の地面が落盤する。ちょっとどうするのよ、白金。まずはドームの人たちを避難させましょう。プリンが会場にいるはずですわ。その前にお前たちにやってもらうことがある。何ですの？ドームの中には5万人もの監修がいる。今の状態で下手に移動なんかしたら絶対持たない。じゃあどうすればいいのよ？まずお前たちがドームを支えるんだ。その上で私たちが観客を避難させます。なんとか全員が脱出するまで頑張ってください。女の子の仕事ではありませんわね。ドームって10トンくらい。私100キログラムぐらいならなんとかなりますが。なあ、お前なんで怖がらないんだよ。なんだよ、無視すんじゃ。お前、そうか、酸素がなくなってるんだ。おい、大丈夫か？何やってんだ、おいら。こいつは敵なんだぞ。くそ！ミューパワーを解放させろ。プリンがいないのは痛いが、そんなことを言ってる場合じゃない。いいか、5万の命がかかってるんだ。何としても支えきれ。いい、みんな OK。 ミューパワーエクステンション、パワー解放しましたわ。非常事態です。非常事態です。今すぐ避難してください。警備員の指示に従い速やかに避難してください。危険が迫っています。避難してください。何だって？なあ、いい加減怖いって言えよ。怖くないのだ。何？だってプリンは一人じゃないのだ。友達がそばにいるのだ。友達？そうなのだ。プリンとタルタルは友達なのだ。冗談じゃない。オイラとお前は友達なんかじゃ。なんでプリンまで支えてればいいんですの？諦めちゃダメ。友達なのだ。ったく、お前が死んだらつまん。
物が急速に成長してドームを支えたようですね。ミュイチが、これってどういうこと、なんで植物が。ほら、いつまで寝てんだよ。タルタル、お前、その呼び方やめろってんだよ。あれは、それじゃあタルタルが助けてくれたのか。だからその呼び方やめろって。ありがとうタルタル、友達なのだ、友達友達友達なのだ。やめろ。いいか、お前が大泣きするのを見たいから生かしておいてやっただけだからな。どこから来るのか教えてほしいですわ。聞いてますか？